っていうテーマなんですけど、まあ、相対するものっていう意味で、まあ、あのパリのランドスケープで、パリのああいうクラシックな街並みの中に、グランパレのようなああいう何ですかね、建築物があるっていう、そういう、ギャップというか、携帯の写メで撮ったプリント、蝶柄は携帯の写メで撮ったやつですね。まあ、蝶にどんだけシルエットを見せれるかっていうのがあって、ただリボンをつけるっていうタイプじゃなく、あのパターンでどこまで持っていって1枚で作り込むかっていうのをちょっと調整します。今まではすごくパステルだったりあのビットな色を入れ込んできたんですけど、まあ、今回はボルドーとダークグリーン、まあ、ピーコックグリーン、ちょっと青みがかったグリーンだったんですけど、まあ、ボルドーの出だしから、初めから空間を考えながら洋服をデザインしていたので、